待って、解放した科学者大脱走してるけど ちょっと待って ちょっと待って どんなことあの、どこに向かってんだか分かんないけど、猛ダッシュしてる。ちょっと AI に支配されてるんだろ。ああ、なんだ。みんな、山小屋についてあっちへ行ってって喧嘩してる。科学者同士で揉めるな。何してんのよ。ああ、そうだ、クロムウェル。なんか建設途中だとか言ってた、この。現場、建設途中の現場にいるんだったね、今。ああ、これ大丈夫なんかみたいな場所だったね、確か。うん、下りにくいな、おい。よいしょ。いい加減足腰強化してくれよ。でもほとんど7割、8割型完成してんだから、ここまでやるならもう全部きっちり作っちゃいなよ。建物な、多分三日坊主的なあれだね。あ、ストライキでも食らってるんだわ。誰もいないしな。まあ誰もいない方が安全だけども。クロムウェル、なんかいるし。誰かいる。え、何この人。何二人のんきに。職場の上司に顔クソ似てんのやめろや。やめろ。話をするぞ、クロムエル。マドックスか。あんたの話は聞いている。私のチームはみんな無事。数人はな。全員は無理だった。くそ。マドックス、ひとまず過去の確執は置いといて協力しましょう。一筋縄じゃいかないわ。ドローン制御プログラムにアクセスしないと AI は奪えない。何が問題だ。イアン・ブレイクね。生体認証をいじってプログラムにアクセスできるのを自分だけに設定したの。 AI を手に入れたいのならまずはブレイクにプログラムのロックを解除させないと。ああ、もうその通りね。ブレイクのアジトならケープノースにいるセンティネルの士官が知っているんじゃないかしら。奴を見つけてロックを解除させる。あなたはクロムウェル。ここにはいられないけど。自分の面倒は自分で見る。そうしてちょうだい。ノマド、あなたとは近いうちにまた会えそうね。ヘビースモーカーやん、二人とも。ああ、じゃあセンティネルから情報を集めてブレイク会えるんだって。 AI には愛をって言葉がけしてるな。ああ、またそういうことか。 AI には目をみたいな、英語版ダジャレみたいな。英語版ダジャレ。クロムウェルのイアン・ブレイクを見つける。え、センティネルの臆病な監視責任者ってなってるけど、臆病だったが。まあまあまあ。場所がめっちゃ近い。行きましょう。うん、あ、アイユって言ってそういうことか。俺ラブの方だと思ってた。そうそう、違う、アイユはアイユみたいな。そういう感じだよ。いや、 AI に感じはねえよなって思いながら誰か。ケープノース地方にいるセンティネルの指揮官が知っている。まあ高速でどこだいって聞いてノックダウンするだけのお仕事だ。お、なんだここは。ここも研究所かなんかかね。おおおおお、そんな雰囲気。おお、やめた、やめたまえ。よし、ちょっとサムに狙われてたっぽい。ああ、そうか。俺の方に警告来ないからさ。
さてはここも下りにくいな。頑張れの窓。ポケモンのあの自転車欲しいな。ここね、そういうロードバイクかなんかで下るにしてもね、相当厳しいと思う。さあ偵察だ。ああどこまで落ちる？よし。危な。ここだろ。完璧。ああ完璧だ。ああただ情報を持ってる兵士がそんなにいないわ。二人？はあ。ちょっと俺は奥に移動しようかな。奥に移動したいんだけど、どう頑張っても下っちゃうこの崖。あれおとなしく手前からパスパスやっていくかな。オッケー。あのスナイパーが2人建物の屋上にいるんだけど、真横にタレットがあるんだよな。なあ、降りちゃった。結局降りちゃった。いや今ならいける。おっおっと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 、なに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 、ドローンか。危な。あかん。あかん。あかん。ここ通路敵が来た。こっちも来てるか。バレないかな、バレないかな、バレないかな。問題ない。角待ちはできないみたい。さすがにバレる。さすがにバレる。難しい。ウキってウキ。それさ、俺の聞き間違いじゃないよね。たまにウキって言ってる人の声聞こえるんだけど。俺もちゃんとウキって言ってるから。どういうことなんだろう。あ、なんかこの辺さ、ドローンかなんかいるっぽいわ。あ、いた。気をつけて。あれ。あのドローン壊せ。EMP の範囲割と広いから、無理やり、やりてえな。あ、死体か。死体見つけた兵士もろとも死体にするっていうね。警官、そんなものはない。さてインフォメーション兵士がそこにいるんだけど、大丈夫かな。ちょっと際どいな。まあ確かに。いやこれは足元よし。ほら一緒に来い。あれ、あ違う違う違う、ちょっとああじゃねえよ。こいつモテないんだけど、なんで。何してんの。死体発見されてる。バカ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 。あはじゃねえ、お前起きろや。いやもうやっちまえ。草くらい貫通してくれよ。情報持ってるやつは生かしとこう。ちょっとこっちのね、負傷させた情報持ってる兵士は頭がおかしくなってしまったんだ。うん、ドローン。あれ通信兵いた。ああなんだあれ、ふざけやがって。おお、マジか。どっから撃たれた。ああそこに通信兵がいた。
すごい不快な音がする。いた。ちょちょ、なんで壊しちゃう。まだ来てんじゃん。ちょっと、あの通信兵をやらせて。痛い。ヘリも来てるわ。やべえ。やべえ。かなりやばい。俺もかなりやばい。逃げたい。ヘリ。かなりやばい。ちょっと待って。こりゃ無理だ。うわ。いや、通信兵が奥の方にいたのは知らない。これだから通信兵は。あ、めっちゃ援軍呼ばれちゃって。ああ、港にいた情報を持ってる指揮官戻ってった。ご苦労、はい、まずあの通信兵を奥に行ったね。ぶっ殺した。ぶっ殺してやるからな。よし。もう一人いた。よし。撤収されてから倒れるまでが遅いぞ、兵士。とりあえずこれで増援は呼ばれないはず。で、俺はちょっと強引にでもいいからあの情報を持ってる兵士に接近したい。なんだこの赤もやは。あ、え、待って、俺こっちに結構寝れん。かなりに情報持ったやついるんで、うん、でも一応真ん前にそっちに見んのか。いるんだけど兵士もこっちに向かってきてんのか。あれは見えない。兵士が多いな。ねえ、で俺ちょっと、あ、そうだ、一旦泳ごう。ここなら安全だ。やーべ、ここに敵がいるかもしれない。逃げろ。あー、俺の周りやべえな、ドローン来てる。俺はまだバレちゃいない。あー、EMP でも壊れんかったか。あ、これだ。やったぜ。ふっ。あ、え、うっそんな。待って、確保しようとしたら海に落ちた。あは。うえ、ざけんな。あっかん。よし、とりあえず負傷させた。痛い。待って、まずこいつを。こいつを、痛い。お前を移動じゃい。やめて。いやー、死ぬ。あぶねえ。セーフ。あ、待って、あれは無理。待って、あれは無理。すぐデーンといって。よし、ここなら撃たれない。尋問。調子はどうだ。イアン・ブレイクの居場所を言え。出なければ地獄を見るぞ。これ以上は知らない。洗いざらい伝えたよ。すごい。よいしょ。よし、情報は聞けた。聞けた？
じゃあ殲滅だ。じゃあ殲滅だ。手間かけさせやがって。手間かけさせやがって。どこにいた？ここにいた、角にいた。ドスルーしたが。やべ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 。スナイパーへっしゃれなのに一発で死なない。というかもうここ最近会う敵みんな固くなりつつある。それあ、また 200m チャレンジあるやんけ。あ、これ 250m 以上からへっしゃだと。やれい150相当だな、見えねえぞ。んな暗殺チームなら余裕じゃない？暗殺チームなら、暗殺チームなら。いや、頭傘に隠れてんの腹立つな、あれ。いた、ライトが邪魔。あと、あのドローンも壊しちゃった。ゲーイ、あ、ドローンじゃねえな、タレットがある。 250m 離れると隠れるんだよな、他で。オッケー、はい、こっちは片付いた。あ、今装備してる武器を強化してないだけか。ちょっとチェックしよう。確かにそれあるな。そうそうそう、アサルトライフル用のちょっとした拡張マガジンも手に入れてるし、でパークスロット1個解放、あ、これで全解放か。よし、これでようやくステルス方面にスキルを割り振れる。ようやく、ようやく俺もポイント溜まってんな。よし、なんだこのサイドミッション、エコ戦士って。受けるだけ受けた。で、指揮官から聞いた情報によると、イアン・ブレイクはサイレント・マウンテン地方というところで最後に目撃されて、まあ、そこで目撃されたってことしか知らないから、さらにそこに派遣されているセンティネル兵から情報を手に入れちゃうと。もう情報からの情報合戦になってる。場所が、うん、もうここ特に拾うもんはないね。よし、特になんもないよ。じゃあちょっとファストトラベルするんで呼ぶわ。うん、あ、待てよ、あ、ここでいいか。ここをキャンプ地とする。そろそろ髪型でも変えようかな。ずっとも引かんねん。ずっとも引かんだよ。ああ、そうだ。パーク。パークアウトで割り振ろう。まあ、バフは経験値でいいし。うん。終わり。終わり。何につけようかな、3つ目。センサーハッ、ああ、センサーハッキング。俺、ドローンに見つかりやすいから、これつけよう。ドローンに見つかりにくくなるのと、対ドローンダメージ増加。よし、でこっからこの山を越えて、越えた場所のにいるセンティネル兵士からお話をしようか。1キロ。っていうかこれ拡張マガジンの時点でアサルトライフルの弾倉が50発撃ち放題だ。はあ、それ結構割と弾増えるよな。うん、これいつもビバーク設営した後に車かなんか呼ぶの忘れるんだけど。絶対ヘリ呼んでたら早かったな。この距離なら車だな。
なんかここにいる兵士、なんか車両でもないかな。マップに何も映っとらん。ここにモヤがある。こんにちは。その兵士散歩中で。ほんとだ、車ぐらい持っとけ。あ、3秒以内に敵3人排除ってあるじゃん。この人たちに、君に決めた。2人しかいない。いや、3人いる。3秒。おら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 。成功。あ、なに、これを3回やんないといけないのか。さらに、じゃあ5回か、合計。結構ゴリゴリ攻めないと無理じゃない。妙にこのフィールドメディックのレベルを上げる条件も、あ、どう、久々のあの飛行機落とせ。どこどこどこ、あれか、あれだ、あれあれ落とすのこっちのもんだ。落とせ落とせ落とせ。当たんねえな。よし、落とした落とした落とした。あ、ドローンだけ来た。痛い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 。死ぬ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 。当たんな、当たんな。死ぬ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 。あはあ。蘇生します。やはこれさ、ウルブスのドローン高性能スキルでしょ。危ない。あああれ、ウルブス降下してきたの一人だけ。いや、二人来たよ。あ、二人だ。あ、でもウルブスから謎の紫の物体、これはアーマーだ。美味しい。この服装に関してはレアなものをひたすら装備すりゃいいから、もうランク1とかランク2のレア度のもの全部解体できちゃうから楽だわ。武器はそうにもいかないんだよな。あいつら 250m 無理だよな。そんな離れらんねえよ。普通に倒すか。この辺からこの辺行けば250。ああ、全然だね。250割とすごい。うん。いや、片方足首打って呪文しよう。いいよ。喧嘩すんなよ。はいはい、大丈夫ですか。なんで負傷させたらみんなうなだれるんだよ。呪文。話せば丁重に扱おう。お、全部話した。お、イアンブレイクの情報こいつ持ってた。マジマジで。なんで。まさかの収穫だよ。まさかの収穫だわ。あれ、ただ、あれ、ただあれ、今確かにお話ししたのに。ああ、トラック地点が変わった。ラッキー。 OK、 じゃあ行きましょう。